どうもみんな、こんにちは。ようこそ落葉へ。マスター、マスター、何番？何番？あ、全部入れてます。タケさんの教授さん来ました。どうです。今回で何回目？今回で何回目？5回目くらいなんですね。そう、5回目。初めて初めて参加です。ね、あ、そうか、俺たちは何回か。付き合ってるじゃん、僕ら。よいよ、俺の名前は円楽。去年亡くなった円楽師匠に顔は似てるからだぜ。俺は東京新橋、俺は埼玉川越、はるばる川を越えてやってきた。よいよ、初めての場所のトップバッター、とても緊張するぜ。ということで、Oh, oh, oh.
なるように、今日来てに、落語とともに楽しんでいけたらと思いますんで、よろしくお願いします。あとは当然皆さん、愛ちゃん、愛ちゃん、愛ちゃん、みんなと応援しましょう。よろしくお願いします。りょうくんとミッキーさんもお疲れ様でした。料理をいっぱい作ってくれて、みんなに食べていただいたと思いますが、りょうくんも最後いっぱい作ってくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツバンザイ、ハッピーオンバンザイ、バンザイ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、皆さんも本当に気をつけて、帰りに着くまでが遠足ですから、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しい時間だ。なんか嫌な予感。いい予感がしない。なんでだろう。やっぱりちょっとね、なんか柔らかくて。この間のライブは楽しかった。また予感がするとか言ってた。カツラウサギです。了解了解。シューマイだった。ありがとうございます。シューマイだった。これさ、チェーンのおもちゃにあれ。去年写真見た。これレコのおもちゃに。どうやってんだろうね。なんでエグなの。どうなんだって。エグじゃないんだけど。未成年だよ。え、あ、なそうだな。可愛いか可愛くないかですね。あんまり可愛いもん。全然可愛くない。いやだって伊勢エビ好きって言わなかった。伊勢エビだよね。てか逆によくあったなと思う。これな。ねえ。猫のおもちゃにこれあるの。何よ。